皆さんこんにちは。ストロークラブ代表の金子です。今日はですね。えー、第2章のま寝返りお気遣がりの4番目になります。まあ、寝返りとちょっと腹横筋ということも含めたテーマで、えー、皆様にお伝えしていきたいなと思います。 でまずですね、えっと、前回お伝えしたですね、主に寝返りの4層における屈曲と進展パターンというのをお伝えしたと思うんですけれども、今回はですね、少しその中でもまあ上向性連鎖と下向性連鎖ということをまあテーマにお伝えしています。 皆さんもご存知の通りですね、まあ、あの筋肉というのはまあ筋膜であったり姿勢の連鎖パターンですね。まあ、そういった人体の構造や神経系の働きによってですね、まあ、運動が連鎖的にですね、あのまあ上から下の方向に行ったり、まあ、下から上の方向に行ったりします。 ここで,です、ね、出している、まあ、あの図はあくまでま一般的なあの流れになっていますしもちろん深部筋の細かいところまで入っているわけではないので、まあ、あのまあ参考程度にまあ理解していただければなと思いますでまずです、ね、まあ、上行性の特に頭部からまあ入っていく場合はこういったです、ねまあ、強さ乳突筋であったり、えー、とまあ大胸菌、まあ、外腹斜筋前胸筋内腹斜筋 直近まあ腸腰筋といったですねそういったまあ流れになっていくケースが多いです。でですねあの一方のまあ進展で、まあ、進展の,まああのパターンでまあ浄厚性連鎖の方ですね さっきのが、こちら側が真下に行く加工性連鎖で、まあ、こちら側が上厚性の連鎖になっていきますけれども、こういった床を蹴っていくパターンであると、まあ、例えば蹴るのでね、当然硬い三頭筋を中心として、そこからこのハムストリングスからこう座骨形成の方に行ってですね、当然まあ大電筋群であったりですね、それから脊ああ柱起立筋群の方に入って、まあ、後背筋や、えー、とまあ頸部心筋群等に行く形にまあ説明しています。ですね。 まあこ,のまあ、この筋肉を覚えろというよりはですね、まあ、そういった流れの中で筋肉がどう、あの、浄厚性に連鎖して、どこが途切れてたり、どこが過剰にですね、連結、過連結しすぎてたりですね、過連結はいわゆる固定になってしまうので、まあ、そういったのになると努力性が要求されたりしますので、まあ、そういった運動の指標として、まあ、こういった上厚性のですね、あのまあ上厚性連鎖やまあこういった加工性連鎖っていうのを まああの理解しながら見ていく必要があるかなと思います。で次にですね、肩甲骨の安定性について述べています。えっとまあ前々回等でもですね、寝返りでお伝えしたと思うんですけれども、えっと荷重側の重要性ということをえっと述べたかなと思います。 もちろん、荷重側だけではなくてですね、寝返っていくときのこの非荷重側の空間の方も当然ものすごく重要になってきますし、荷重側になるとですね、あの、セラピーでは非常にあの、こう、ちょっと触りづらい、あの、領域ですね、まあ、床がものすごく密着してきますので、ちょっとあの、ハンズオンしづらい状況になるので、まあ、メインとしてはおそらく、この非荷重側のまあ肩甲骨であったり、えっと、肋骨であったりですね、 まあ、そういった治療がまあ多いんじゃないかなと思うんですけれども、当然その条件の中に、まあ、この荷重側のですね、重要性をここで挙げています。でですね、あのこういったまあ肩甲骨がですね、あのこの、まあ、脳例にここでは挙げていますけれども、あの荷重を、あの胸郭がですね、こうやって回転していく上ではですね、一方でまああのしっかり あの過剰にです、ね、その回っていくことに対してうまく下がです、ね、バランスを取れるように、まあ、肩甲骨の、まあ、ここはあのその、まあ、胸郭の,あの流れによってです、ねまあ、最初は下方回線です、ね、内転が重要視されながら徐々にプロトラクションの方向に荷重が乗っていくほどです、ねまあ、あの移,動移動しながらです、ね、かつ安定的に止めないです、ね、特に居上前傾というのはよく。 あのですねまあ、代償的にあの荷重が乗った時に、ここでうまく支えられないと肩甲骨がまああのよく居上前傾してあの上腕骨が内線方向にです、ね、あの崩れていきやすいケースというのは非常に多いですので,です、ねまあ、そういう意味であの荷重側がどういうふうになっているのかと肩甲骨はしっかりですねあの胸郭肩甲胸郭関節として、まあ、あの重心の移動をサポートしているのかというのは重要になるかなと思います。 これがですね、えっと、ま、あある、ま、ああのですね、あの、コルセット説っていうですね、えっと、腹合菌の、ま、あ昔から成り立っているですね、仮説が、 あってですね、体幹をこうですね、コロセットのようにこう包んでくれて安定させてくれるのが腹横筋だっていうのがあるんですけれども、まあ、この論文ではですね、上司をこの、まあ、いわゆるまあ立位の状況で早急な運動で居上したときにですね、必ずしも、えーとまあ、高コントラクトしないっていうですね、同時収縮がこの両足ともあるわけではないっていうことをお伝えして、あの、した論文ですね。ですので、まあこれはですね、あくまでその立ってやっているものなので、まあ寝返りの ものにそのまま応用できるわけではないんですけれども、えっと、ま、臨床的にもですね、例えばこっちの空間側の、ま、リーチのような形で寝返りをしていくときに、まあ、先ほどはですね、まあ、胸郭のな、と肩甲骨の流れでですね、胸郭、胸郭がこちら側に回っていったら、うまく肩甲骨はこちら側に流れないといけないっていうのは確かに、あの、バイメカ的に間違ってはいないんですけれども、一方でですね、あの、そのまま、えっと、 こちら側がです、ね、あの回っていこうとするときには必ず、拮抗的にです、ね、反対側の部分が、えー、とそれを制御するようにあのブレーキをかけるというのは多くの,、まあ、あの予測的な神経機構で、まあ、上肢を拒上するときのバック側のマッスルの先行的なあの収縮であったりですね硬い三頭筋の収縮というのがあるようにですねこういったまあ上肢の居乗時でも1足の、まあ、トルクに対して反対側でき抗 そしてブレーキをかけるという上ではこの左側の腹横筋があの右側の腹横筋よりもまあこう先行してですね、あの働くということがこの論文で述べています。まあ、ですのでですね、あのまああの寝返りにおいてもですね、先ほどの肩甲骨のように、まあ、胸郭がですね、火、ま、星、あ、内転の方にこう滑っていく層も大事なんですけれども一方でブレーキ側をかけるような形で あのまあプロトラクション方向へにまあ活動していく全拠筋の活動であったりこういった腹横筋の活動っていうのも当然重要になってきますのでそのまま、まあ、例えばハンドリングの中でこうやってただ回せばいいっていうふうなアプローチだと、まあ、患者さんによってブレーキが特に苦手なそのまま寝返って崩れてですね あの進展層安定層っていうところをあのそのまま崩れて重重力コントロールができない患者さんに対してはこういったあの喫抗菌の作用っていうのをあの理解しながら、まあ、都市でアプローチしていく必要があるかなと思いますで次にですね、えっとまあ、この回線の角度についても少し述べています でですねまあ、寝返りやです、ね、起き上がりや的、まあ、中の稼働域をです、ねまあ、多く要求される動作で、まあ、一般的に高齢者になるほどです、ね、回線の稼働域がまあ低下しやすいというふうに報告され、これはです、ね、結構、まあ、たくさんの論文であの報告されています。 でですねまあ、のこの図はですね、一般的な可動域をまあ示したですね、有名なあのキネシオロジオブ・ザ・マスクロスケルタル・まあ、システムと呼ばれる、まあ、日本語にも翻訳されている論文なんですけれども、まあ、そこからまあ引用した図ですねでここでまあ注目するべきなのはですね、回線角度は、えー、ともうこういったですね、間、まあ、軸対のを除いてですね、ここの除いてはまあほとんどがですね、この角度10度以内にですね、あの大体こう収まっているわけなんですよね。 回線っていうの屈曲とか側屈というのはまあそれなりの角度が特に例えば腰椎レベルだと胸椎に比べて結構、あの上部胸椎に比べて出ていますけれども、まあ、こういったです、ね、特徴から見るとですねあの脊柱の回線というのはまあ,あくまで金で、ねの,まああの,ね、のセンサーですね。 いわゆる多裂筋とか、ね、凹凸換気とかあると思うんですけれども、ああいったセンサーのもとで,で、すね、まああの、わずかな、まあ、可動域自体は少しなんですけれども、あのそれ用の回,回線に対するセンサーをもとにです、ね、多くの屈曲,曲や進展、あるいはこう側屈を組み合わせて、ですね、実際に体幹の体軸内回線とあの、実際の先ほどの寝返りのような全体のですね、ローテーション、回線、運動というのが行われます。 ですので、す、まああのよくあるのが、まあ、そういったこの脊柱の,です、ね、じゃああの少ない角度だからそんなに気にしなくてもいいだろうというふうに思われる方も若い方はいるかもしれないですけれども、まあ、このちっちゃい角度こそがですね、あの運動のトリガーとなってですね、あの筋肉の姿勢連鎖、運動連鎖につながるですね、モニターの役割をあの作ることがありますので、まあ、こういったのは、ですね、非常に例えば呼吸運動ですね。 呼吸の中でちっちゃく、あの、わずかに六椎関節の動きをこう、ちっちゃく作っていったりですね、当然、近く的に直接皮膚から少し軽くリズミックなバイブレーションを加えたりですね、あの、タレスキン等にこう皮膚の運動を介してちょっと、あの、動きを入れていくということで、あの、その後もですね、まあ、寝返りが大きく、あの、運動パターンが変わる方がいらっしゃいますので、まあ、こういった関節角度っていうのも一部理解しておく必要があるかなと思います。 ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった方はチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いします。ストロークラブではですね、両方紙向けの塾を、えーとですね、平日夜間に実施してますので、ま、興味ある方は検索していただければ幸いです。本日もご覧になっていただきありがとうございました。